鳥山石炎、百吉連れ袋より、フルーツボフルーツボとは、鳥山石炎の妖怪画集、百吉連れ袋にある日本の妖怪、うつぼが這い回っているような姿で描かれている。石炎による解説文には、そそやに命をいたずらに、那須野の腹の夜間をいたる三浦の助和佐助が、フルーツボに雇わる。 ナスノの,の腹の夜間とはナスノが腹で退治されたとされる、玉も前のことであり、玉も前を弓で射止めた、武士、三浦助と、和佐助の使っていた強であろうか、と述べている。石炎の創作による妖怪であり、室町時代の妖怪絵巻、百鬼や光絵巻に描かれている弓矢を担いだうつぼの妖怪が参考になったのではないかと考えられている。歳月を経たことで、 かつての武功や栄光が忘れられたために変化した強ではないかとする解釈がある。また、動物性の素材が使われている道具は、不送信になりやすいので毛皮や羽毛が張られた形状の強は変化しやすそうであるという解説も、平成以降の妖怪に関する書籍には見られる。うつぼという名称で紹介されていることもある。ありがとうございます。